くまぱん園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターコビです。そしてこちらは今日も何パワー全開くまぱん園です。で、本日の動画はですね、こちらのホワイトゴーストの動画になります。リクエストね、たくさんいただいていたので、お待ちいただいて、くれた方いらっしゃるかしら。まだ楽しんでいただけると嬉しいです。ねえねえ、クマパンもさ、お気に入りだよね。ゴーストという名前にふさわしい色とこの立ち姿でトゲトゲした。ねえねえ、面白くない？クマパン、ここツルツルね、してるよね。このホワイトゴースト、よく見るとここですね、ちょっとね、細くなってしまっているところもあります。その後ね、ここでダメかななんて思ったら、とんでもなくその後こうですね、調子よくね、どんどん育ってきました。高さが70センチどうかな、70センチぐらいだよね、70センチぐらいまで伸びてきました。バランスがね、さすがに悪くて、細い部分から折れてしまうのではないかとね、もうクマパンもヒヤヒヤです。この鉢を置いてある横をね、通る時もね、私よくやっちゃうんだけど、引っ掛けて折ってしまわないか、気をつけています。前に2回折ったことがあることは内緒にしておいてね、クマパン、お願い、仲良しだよね。なので安心できる高さに今日はね、スパッとね、カットしてしまいたいと考えています。カットしたら上の部分はね、こちらね、刺し穂として新しい鉢に刺して、バランスのいいね、苗にね、仕立て上がる予定です。残った下の部分はちょっとね、時間はかかってしまいますが、新しいね、葉も出てきます。クマパン、そうそう、カット後に基本的な育て方のお話もさせていただきますので、今日もね、最後までご覧いただけたらね、クマパン王子もまた跳ねちゃうぐらい私もとても嬉しいです。ホワイトゴーストをカットして刺し穂にして仕立て直すならば、クマパン園芸のあるここ東京では、春のね、後半ぐらいがね、ベストシーズンになります。まずカットする場所を考えてみます。クマパン、どこにする？分かった、じゃあそのあたり、ここでしょ、そのあたりをカットします。ここまで育ったホワイトゴーストをカットするのはね、結構ね、万が一のことを考えるとビクビクして勇気がいります。カット位置を決めるのもね、ちょっと慎重になってしまって当然だよね、クマパン。ありがとう、クマパン。宇宙人のクマパンがね、特殊能力持ってんだね、すごいね。カッターを転送してまたね、用意してくれました。ではホワイトゴーストのカットスタートになります。ドキドキだね、クマパン。クマパン園芸、この辺りをカットします。ユーフォルビアはカットすると白い樹液が出ます。樹液に触るとかぶれてしまうこともあるので注意してください。樹液は水でよく洗い流します。小さな多肉植物は普段ワイヤーバスケットを裏返して、そこに刺してね、切り口を乾かします。ですが今回はね、苗が大きすぎてそういうわけにはいきません。ハンギングバスケットを使うことにしました。切り口が完全に乾くまで10日からね、私は約2週間ぐらい待ちます。ホワイトゴーストのカットがね、終わりました。ハンギングバスケットを使って乾燥することにしました。切り口が完全に乾いたら、今度はね、植え付けを開始します。では宇宙人のクマパン王子、
今日も不思議な不思議な水晶玉で未来の植え付け風景を見せてくれる？切り口は完全に乾燥しています。肥料成分の入っていない多肉用の土を使います。あらかじめ殺虫剤を入れておきます。葉を折らないように慎重に植え付けていきます。横に園芸支柱を立てて倒れないように支えると安心です。今日もありがとう。未来の映像皆さんご覧いただけましたか？差し穂が大きいので植え付けもね、大仕事ですよね。植え付け後は水やりをして大丈夫です。うまくいけば1ヶ月ほどで根が出てくるはずです。根の成長はね、ゆっくりな上に少ないので倒さないようにね、クマパン注意してください。支柱を立てて固定すれば安心ですよね。次にホワイトゴーストの育て方について、これはクマパン園芸のある東京基準でお話しさせていただきます。1年を通じて風通しの良い場所に置きましょう。春と秋の成長期には日当たりの良い場所に置いて、土が乾いたらたっぷりとお水をあげましょう。真夏になって暑い太陽が照りつけるようになったらば、遮光ネットなどの下や半日陰にね、置いています。この時期に直射日光に当たるとすぐに葉焼けを起こすので注意してください。特に幹の部分はね、黒く焦げてしまうと切り落とすことができないので、見栄えがね、とっても悪くなってしまいます。なになに、私のあの焦がしちゃったやつのこと言ってんの？あれ本当に困って今悩んでいるんだ。水やりは涼しい日を狙って夕方にあげると良いです。冬はクマパンは夜にね、5度以下になるようでしたら部屋に入れています。甘やかしてね、クマパン。冬でも晴れた暖かい日の日中には外に出してあげています。夜に暖かい部屋に入れる環境なので、水やりは土が完全に乾いてから数日待ってからね、クマパンはたっぷりあげています。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、更新した時に通知を受け取ることもできます。 Twitter やブログも書いていますので、よろしければご覧ください。ではまた皆さんにお会いできるのを、くまぱん王子も私もとても楽しみにしてます。またねー、バーイ。くまくまぱーん、またねー、バーイ。クマパン園芸。